ありがとうございます。どうも。藤原でございます。上下でございます。よろしくお願いします。改めましてこんにちは。今日はひな祭りのひな祭ということで、それに大変に使わしくない、3人のおじさんの、前にしましてですね、ちょっと違和感を感じているとは思いますけれども、トークショーを始めさせていただきたいと思います。私はご案内役を務めさせていただきます NPO 法人竹活用百人会、の佐藤でございます。ひな祭りで、竹楽のですね、竹灯籠を使っている関係でご縁がありまして、姫旦那の皆さんのご指名で今日は執行役を進めさせていただいております。ちょっと特集に入る前に、梅雨どうでしょうと竹田市のつながりっていうのをご存じない方っていらっしゃいますか？そこは分かるけど、もちろんお話をします。それから大切なことですけど、この二人が誰か知らないっていうのは、いらっしゃいます。知ってるという体でスタートしてもよろしいでしょうか。はい。では特にですね、詳しいプロフィールの説明とは省かせていただいて、知らない方いますけれどもね。いいですね。それがまた後ほどですね。大体分かってくるんですか。とりあえずすごい人だっていう形だけ覚えていただいて、あとで、後で調べていただくということで、それではご紹介に変えましてですね、まずなぜ竹田とこの二人なのかというですね、そのきっかけとか、今またそして今日なぜここにいるのかというようなことをですね、お一人ずつちらっとお話ししていただきたい。ちらっと短めにお願いします。じゃあ短めにですか。99年でしたかね、先生。なるほどですね。99年、もう24年前ですわ。我々ね、北海道のテレビ局の人間なんですけど、なぜか50cc のね、原付のバイクをかぶったやつに乗りましてね、日本、東京から、来まして、鹿児島県を目指すって言った時にですね、高崎でね、だるまを買いましてね。そうでした。やっぱりね、バイクってね、後ろに荷物を積んで初めて様になるんですね、絵面がね。ということで、普通だったらいろんな荷物、新聞とかね、そばとか積むんでしょうけれども、我々の場合積むのがなかったんでね、各地の名物を積んでいこうと思って。で、片っぽのバイク、二人いるんですよ、うちには。今やね、タイガーも出て、そうですね、いらっしゃる。大泉さん。片一方がね、タイガーも出らっしゃる、もう一人の方は田舎に引っ込んでましたけど、鈴井さんという方がいらっしゃいます。この二人がね、それぞれバイク持って行くんですから、ね。一つの方にね、だるまを積みましたよ、高崎の有名なだるまを積んで、はい。それで走ってたら、案外がいいじゃないの。それで私なんかルールかなんかで 見ましたらですね、姫だるまって女のだるまがあるから、これ全然知らなかったんですよ。だるま普通はね、ひげ生やしてね、やってて、で我々どういうだるまなんだろう、おいや姫だるまと言ってひげ生えてんじゃねえかとかって勝手ないろんな想像をして、この竹田まで走ってきて、姫だるまいくつもあったんですよ、このルールね、多分一番ね、顔が良かった。あ、そうですね、それもありまして、そうです。それでこの竹田に来て、はい、で調べましたらね、後藤姫だるま工房っていう、それしか見つからなかったんですか。まあ、ここ行けばね、事前に何の連絡をしてる、もちろんだって、だるま買いに行くだけですからね、だるま買いに行ったらですね、まあ、たまたまその工房 で、ちょっとだるまくださいみたいな感じ。そうですね。でも対応がね、非常に良かったんです。私覚えてますけど、お茶とね、漬物を出してくれまして。ああ、そうでしたか。居心地いいじゃないかと思いましてですね、これなんか後藤さんのお嫁さんと、後藤さんのお母さん、はい、2人でね、当時がしてらっしゃるって今でもそうですよ、お母さんの方は大丈夫ですかね、めんどくさそう、なんかちょっとひげ生えてたから、ちょっと顔が悪いから、ちょっと、クミちゃんあんた言ってんだろ、そうですね、そう、まあそれで後藤クミコさんがね、お相手してくださいました。それで随分こっちは居心地がいいもんですからね、お願いをして、なんかご座とかないですかね、いろいろなものを用意していただいて、まあ、その高崎のだるまと、その大分のこの竹田の姫だるまの結婚式みたいな、お見合いみたいなのがね、まあ、そこでやってみたいな。でも、ありがとうございました。知らもんで、もういなくなって。まあ、そこからですよ、我々そのところがね。でもその後、その後ね、我々2002年に一回レギュラー放送を終了するんですけど、その時に手紙が来ましてね。ああ、そうです、ね。その後藤さんから。どういう、子供が生まれました。後藤さんに。後藤さんにじゃないし、姫だるまに。まあ、ちっちゃいこういうね、ミニ
姫だるまみたいな。なんか作ってくれた。ええ、それ作ってくれて、で、こう、よだれかけみたいなのを手作りで作って。だるまの子供ができた。そう。こういうのを作ったらいいんじゃないみたいな感じで。で、それを見ましてね。ほう、そうか、そうか。じゃあもう一回行くか、みたいな感じで。で、再び、ここ竹田を訪れてから、なんかね、そこからこうつながりができまして、それから毎年のようにお邪魔するっていう関係になりましたね。それなんかあなたはそのマラソンとか走るもんですか？そうなんです。大阪マラソンを最初走ってたんですね。最初にね、まあマラソンやってみようじゃないかって言ったらですね、またいや竹田にもマラソンあるんよとかってまあ言われまして、いや2つもマラソン走んないし、大体竹田行ったって大阪マラソンとね規模違いますからねって言ってたんですけど、毎年ね来てるご縁もありまして、じゃあ出てみますかって出ちゃってからね、コース走ってから後悔しましたね。行ってんのか走らせなんだこれマラソンじゃねえじゃねえかっていうね。これはすごいですね。標高差が400メートルすごいです。全て折り返しと同じようなとこばっか走らせられて、で最後にえらい坂登らされてみたいな。誰もいないって言ったら、こっちはやめたっていつでも やめてえなと思ってるんですけど、また来年も来るよねみたいな話をされるのに、いやもちろんなんて言ってる間に、ほらでもなんか3年待ったからちゃうだろうね、あとちょうどよかったこれでと思ったら、また竹田のマラソンもまた復活ということでね、しょうがねえかと思ってたらですね、我々は先週大阪マラソン出たんですよ。もう2週連続でフルマラソンで、これアスリートは絶対やりませんよこんなこと。体ファンクしちゃう。だけど明日とりあえずね、ハーフマラソンの方に我々参加したしていただくということでございます。で、ヒゲマラソン部っていうのを我々やっててね、バカな方々でまたね、全国からにわざわざいろんなところから集まって、東京とかね、そんなところからもうこの竹田に集まってきているという。マラソンをしに来た。じゃあそうです。そのついでにこういうのもありますかということでね、我々来ておりますというわけでございますね。はい、ありがとうございます。まあそういうような話